皆さんこんにちは、カイチャンネルのお時間ですあのね、先ほどしょうこさんの家に僕が侵入してご飯を作って待ってるっていうね、まあ、以前僕がやってもらったんで、そのお礼にっていうことで今日はね、ドッキリ返しをね、したんですけど、そこびっくりしましたよ、カイさん。すいません、中川しょうこです。またお邪魔しておりますけれどももう心臓が、もうね、もうまだ混乱してる、ちょっと正直もうドッキリ続きなんですけど。そうなんですよ。で、そこで企画を思いついたんですけどこれもね、もう無茶ぶりなんですけど、僕が結構最近ベンツ買ったんですけど、まあ、結構でかいやつね、見ました動画、うん、そう、それを運転が苦手な翔子さんにちょっと運転してもらって、この今お台場に来てるんですけど、お台場をちょっと一周ぐるっとねしてもらおうかなと、そういう企画をどうかなと思いまして。でも本当すごい、もうどうすんですか、カイさん。私今日という濃い一日をどう生き延びたらいいのか、やばくないですか。カイさんのファイトマネーの結晶である、あの真っ白な超高級メルセデスベンツを、この私の恐ろしい危なっかしい運転で、この日本の宝朝倉海さんを乗せて走るですって。しかもさっき急に言うんですよ、はい、もうご飯食べてテンパってる時にね、はい、もうなんでもう今ね来たんで、お台場まで来ちゃいました、強制連行で強制連行したんで、ね、でもこんな素敵なメルセデスを運転できるなんて、はい、しかもなんかハンドルがすごいことなんですね。あ、そう、左ハンドルなんですけど、左ハンドル運転したことありますか。ないんです。やばいじゃないですか。街を走るの初めてです。やばい。やばいね。しかも結構でかい車っていうね、なかなかハードル高いと思うんですけど。めちゃめちゃ高い。もうどうしよう、これ擦っちゃったりしたら一生馬車まで終わって。大丈夫ですか。擦るぐらいはいいですよ。なんか翔子さんの体に傷がつかなければいいかなと。いやいや、そう、朝倉海さんですよ、もう本当に。車はボコボコにしてもらってもいいんです。ダメダメダメ。保険入る、保険、保険、まあ、保険入ってるね。はあ、いや緊張しますけれども、もうね本当に美味しいご飯、ものすごく幸せにいただいたので、ご恩返しに安全運転したいと思いますお願いします。じゃあ早速行きましょうか。行きますか。